草壁三治、草壁宗総治安政五年12月17日は、江戸時代末期の水戸藩、薩摩藩士。海江田とつ連の子、母は、菓村昔行の娘、意名は信政、後に翼。旧校、実家と号。深谷佐吉、宮崎福太郎の変名を用いた。通称は、伊三治。なお、加盟の、草壁は、海江田氏の本性は、 草壁市であることから、文化11年、元薩摩藩氏海江田と津西連の子として誕生。出生当時、父は脱藩して、水戸藩にいたので、日立国賀軍で生まれる。はじめ水戸藩主、徳川成明に仕える。天保10年、父の後を継いで、大田学館駅集館の幹事を務めた。高下元年、江戸幕府より、成明が謹慎を受けた際には、 その斜面運動に尽力している。安政2年、島津成明に目をかけられて、薩摩藩に復帰し、江戸の藩邸に入る。安政5年、将軍軽視問題や条約直去問題が起こると、京都に赴き、水戸、薩摩両藩に繋がりを持つことから上位派の志士の中心として、京都で活動。水戸藩士、宇海吉在門ら特下の三条三熱務に接触し、 同年に、三戸藩へ密直が下ると、佐熱夢よりその写しを受け取り、木曽を通って、江戸の三戸藩邸へ届けた。しかしこのことが、幕府による安政の大獄を誘発し、この広行神と共に捕獲される。江戸の天馬町の獄に拘留され、生算な拷問を受けた末、安政五年に、獄中で病死した。享年四十六。墓所は、青山霊園。家督は、薩摩藩子。 有村春斎が、海江田信義と改名して継承した。明治24年に、造成4位。ありがとうございます。